オーデマリは、潜伏草かがまず未属の植物の一種。別名テマリバナ、庭などによく植えられる。日本原産のヤブデマリの園芸品種と言われる。ただし、学名上は、こちらが基本種扱いで、原種のヤブデマリは、変種扱い。これは、バイバーナムプライケータムという種が、オーデマリを基準標本として記載されたためである。原種は、 果樹の周辺にだけ装飾下をつけるものだが、品種改良によって、果樹の花すべてが、装飾下となったものである。このような変化は、アジサイと平行的である。落葉紅葉樹の低木で、樹高は2から6メートルほどになる。樹皮は、灰褐色で、皮目があり、平滑である。若い枝の樹皮は、淡褐色で、皮目は少なく、正常毛が多い。 枝が太くなってくると、樹皮の色も変わり、浅い裂け目が入ってくるものがある。夏季は4から5月頃で、アジサイのような白い装飾下を多数咲かせる。糖芽は枝に耐性し、長楕円型で先が尖り、赤葛色から暗褐色のガリンが2枚あり、正常毛を密生する。長芽は、即芽よりも大きい。糖芽の脇にある葉根は、V 字型や、刀匠型で、 遺憾タバコンが3個つく。古いエペジー体系では、ガマズミカ、クロンキスト体系やエングラー体系では、スイカズラカに分類されることもある。ありがとうございます。